はい、どうも、サノッチでございます。さあ、本日もですね、長岡は毎日亭さんの唐揚げ弁当、買ってまいりました。じゃじゃんと、見てこれ、普通の唐揚げ弁当の大盛りに、プラス4つかな ?3 つだったかな ?3 つか4つ、プラス。やばくない？これをいただいていきたいと思います。さあこれ見てください。プラス9個ですね。唐揚げ弁当の大盛り5個プラス4個。よいしょ、重っ重っ。ちょっとね、今日ね天気が悪いし時間もちょっと遅いんでね、ちょっとうまーくなんか映せないんですけど、ほらこの感じ、やば。もう、よいしょ。これ、唐揚げ9個入ってるのかな、うん、?9 個。こちらのいただいていきたいと思います。一応ね、蓋を取ったんですけど、こっちの方がわかりやすいかな。なんか凄さっていうか。わかんないかな。この凄さをね、揚げたてでございますよ、皆さん。揚げたてでございます。ああ、くそ。よし、じゃあこれね、食べていきたいと思います。はい、じゃあ、いただきます。これやばいね。これね、唐揚げの方を持たないと、唐揚げがね、落っこちんだよね。あれ？あったあった、レモン汁ね。一個じゃ足んねえな。まあ、マイレモン汁がね、ちゃんと僕は持ってるんでね。さあ、レモン汁かけて。うん、さあ、いただきまーす。ブリンブリン。うまっ。うん、皮、俺こうやって食べるの好きなんですよね。皮残して、本当はねまとめて全部残したいぐらいで、最後にご飯かって、うん、あーうまい、うまい、なんだこれ、申し訳ないけど、ほんとフライドチキンとか食べてるより幸せ。それがこれ1個単品80円だよ。信じられる？ 80 円だよ。くそ。でかっ。あ、なんか落ちた。1234567891。もうね、でかすぎて何が落ちたかもわからんですわ。多分ここの上にちょっと乗ってた切れ端かなんか落ちたんかな。うん、ご飯行こうかね。
うん、うまい。これ危ないね、マジで。地元にあったらやばい。なんでこんなうまいかね。やっぱり日本一の唐揚げだと思う。僕の中でね。ごめんなさい。うますぎる。だから唐揚げ弁当の大盛りが多分680円ぐらいでしょ。多分500、普通のやつが500ぐらいだったな。580円とか40円とかそのぐらいだったんで、で大盛りで多分100円増しぐらいでしょ。で1個唐揚げ単品が80円なんで、プラス240円。1000円しないですよね、これでね。唐揚げ弁当との大盛りと唐揚げ15個買いましたまあ本当はね、揚げたてで全部食べれるぐらいでいいんですけど、どうしてね、ここ高速道路使って来てますんで、家帰ってもね食べれるように。じゃあ皆さんは本当にね、揚げたて食べてほしいんで、今お店が見える、毎日店のお店が見えるパーキングに入れて食べてます。
唐揚げ弁当大盛りと唐揚げ15個で2000円しなかったですね。1900いくらです、うん、ちょっと遊び入れてきますかね、マヨネーズ先生。続くね幸せだと思う、うん、僕多分こんなの本当食べちゃいけないんですよね、糖尿病だから。でもこんなのさ、食べるなって言おうが無理ですよ、うん、多分プロボクサーの現役中でもこれ目の前に出されたら食べちゃうね。うん。本当うまい。ただこれだけのために高速道路使ってくるんですからね、よっぽど本当美味しいと思ってください。うますぎて忘れてた。食事中はね、何度か口の中リセットしたいんですけど忘れてましたね。ああ、上顎が、上顎っていうの？この歯の裏のあたりボロボロです今ね、これこの岩石どもに傷つけられ鍛えられていくんですよね、うん、ちょっともう暗くて見えてるかな？これね。天気も悪いし。ほんと雨が降ってないことが幸いぐらいの。一番最後残したこれ、狙い通り一番うまい。なんだこれ、
ラスト。はい、いただきました。ごちそうさまでした。長岡毎日って白丸にある前あのなんて言ってんの、長岡白丸にある毎日亭さんですね。皆さんぜひ一回来てみてください。それでは皆さん、チャオ、バイバイ、お疲れー。